急遽今いろいろな打ち合わせをしておりまして、記者会見をすべきとこういう話になりました。4時からその会議もやっていたんでありますが、そのような時間で、過去に市長をやらせていただいた時に、1時間前に、話をすれば連絡つくから大丈夫だなんて話の、記者クラブのある頃に話をいただきました。そんなことで急遽1時間前に電話を申し上げてお集まりいただいた、大変お忙しい中にもかかわらずお集まりいただいたことに心から感謝と御礼を申し上げたいと思います。どうもありがとうございます。それでは座って会見に入らせていただきたいと思います。今回の市長選にあたりまして、出馬をするという決意をいたしました。来たる6月20日が市長選の任期満了に伴って市長選が実施されるということに相なったわけでありますが、私も過去に2期8年の市長を務めさせていただいたところであります。平成12年に初当選をさせていただきまして8年間を務めさせていただいたところでありますが、そして8年を振り返ると本市の飛躍発展のために魅力でありますが市民と共に作る姿勢、市民と共に進んでまいろうという姿勢に努力をしてまいった、してまいったところであります。将来もまた活力ある町を作るために立候補3期目の立候補いたしたところでありますが、私の不徳のいたすところでありまして、市民の皆さんに多くの皆さんにご迷惑をかけたところでありまして、心からお詫びを申し上げたいと思います。その8年間自分を戒めながら鹿沼市の発展を超え願い、一市民として鹿沼の姿勢を見てまいりました。現在のこの姿勢を見ているとこのままでいいんだろうか、さらにはこんな物足りない姿勢でいいのだろうかと私自身も思い、市民の皆さんからも失望の声が上がっているのが現状だと思っております。多くの市民の皆さんや関係者の方から今までの経験を生かして、そして再度市長に立候補して住みよい町づくり、活力ある町づくり、元気な鹿沼を取り戻す、そんなことを心に刻みながら皆さんの声に応えるべき立候補を決意をしたところでもございます。私としては十分に悩みました。立候補するにあたって私でいいのだろうかとこういう悩みもありましたが、この難関を乗り切ってそして鹿沼の発展のために尽くしてまいりたいと自分で決めたところであります。過去の長い政治生活もでありますが、さらには実績も皆さんに言うに及ばずであります。もう8年前の鹿沼市は帰り見れば記者の皆さんにはご存知の通りだと思っております。今の鹿沼市国権の連携はどうだろうか、そんなことを考えるとまた一抹の思いをしております。私であれば県と国の連携は取れるとこういう自負もするところでもございます。そんなことを踏まえてここに立候補の決意をし表明をいたします。記者の皆さんよろしくどうぞお願いいたします。あと何かございましたら一つよろしくお願いします。下野新聞の石井と申します。大きくてもね、全然
一番の、はい、あの今回の出馬の表明に至られた動機というものを、はい、分かりますと、先ほども申し上げましたと現在の鹿沼市の状況を考えるとこの鹿沼市でいいんだろうか、元気な町で、ね、あるんだろうか、こんな国の県の補助の問題も含めてですね、何かそうちょっと停滞していると、こういう感情をいたしたと、こういうことである。それを自分では国権との連携が取れるという保守系無所属、市民党という立場で出るわけですから、できると、こういうふうに感じたからです。経験もあります。そういう中に先ほど住民まちづくり活用化まちづくりということを言いましたけど、例えばですね、今の福祉社会の充実というのもありますし、今この経済の活性化というのは大変鹿沼市では衰えているなとこのように思っております。そういうことを先にやる、まあ、政策的にはまだまだ数々ありますが、そういうことも考えている。まあ、いずれにしても市民の皆さんのですね、声に応える政策を実施する、それがやはり鹿沼市の発展で活力がある町になるだろうとこういうふうに思っています。まあ、あの立候補にあたってはもうご存じの通り、ご支援をいただく方、市民の皆さんの多くの方から立候補しろという声があったんですね。それから経験を生かせ、まあ年もと考えればね、これからまだまだ人生90年代を迎えるからできるだろうと、そういう自分の力を自分で生き方ながらね、頑張っていきたいというふうに思いますよね。はい、どうぞ。朝日新聞の堀井です、はい、2つあるんですけれど、はい、いつ頃からもう一回選挙に出たいというふうにお考えになって、はい、なったのかということと、はい、それから今日の会見が、はい、どうしてこんなふうに、はい、あの1時間前とい こう急遽会見、はい、なぜこのタイミングで会見をされたのか、もう少しあの、はい、記者の集まりとかも考えましたら、はい、確かに1時間では来れますけれど、はい、しっかりとあのプレスリリースをしてですね、はい、会見のセッティングをされてから、はい、察した方がいいんじゃないかという思いもあるんですけど、はい、なぜこういう形になったのかというのを教えてください。はい、2つですね。はい、あのその立候補の決意に至ったことについては先ほども申し上げましたけど、やはり市民の皆さん方が今の政治でいいんだろうか、鹿沼市でいいんだろうか、この活力ないような町になってしまったという裏にはですね、一言で言えば何でもやらないんじゃないかという声もあるんですね。そういうことがあったので、自分として出てもいいかなという気持ちになったのは12月頃ですよ。本当に自分でそして出ようと決めてきたのは、そういう声に応えるのはやはり誰かいればいいなと思いながらですよ、なかなかその候補者たるものが会ってこないのは現状ですよね。それであれば経験を生かして自分で一肌脱いで頑張ろうとこういうふうになったということです。この1時間前に急遽ということで冒頭謝りましたけども、なぜかと言いますと、私市長時代に記者クラブもありましたね。その時に会見は1時間前以内に連絡くればできますよというお話をいただいておりました。ですから1時間15分前だと思います、連絡したのはね。
そういうことで急遽なったということです。それはここに、今その前に4時からですね、協議をやってました。もう今日でもいいから早く出馬表明しちゃえというふうに答えたということもございます。はい、本当に記者の皆さん申し訳ないと思ってますよ。4時から何の協議を、はい、この立候補について、どうしようかとまずは協議をして、そしたらもうすでにこういうことで記者会見して早い方がいいだろうと、この日数もないと、5月20日の投票日なんですから、わずか3ヶ月前の話ですから、日数もないから早めに表明したのがいいだろうということで、東京の皆さんには申し訳ないけど1時間前になったということです。はい、支持者の方々との協議会、はい、協議だったんですか。はい、はい、元私講演会ありましたからね、その方々のにお声をからかけていただいたというかね、集まっていただいて進めたという。はい、はい、どうぞ。読売新聞の草竹といいます、はい、先ほどその現時世に関して国とか県とかとのですね、はい、関係にちょっと遅れになりましたけれども、はい、もうちょっとそのあたりの話を教えて、はい、私は現職の頃ですね、やはり今は自民党ですよね、福田富和知事で、国は自民党ですよ、政権はね。そうすると保守系である以上は連携というのはおのずと取れますね。私が現職の時には知事のと話し合いというのは電話でもできたし、メールでもできたということがありまして、そして例えばこういう補助が欲しいと、こういう事業を金までやれたと、その時に知事に申し上げて、そういうことを検討していただいて進め上げた。あれは国の件。例えばですね、鹿沼には地下タンク4基ありますね。ご存知でしょうか。災害の時に、震度いくつの地震が来て、足っと止まる。水道管の中にタンクを作ってるんです。いいですか。このタンクというのは要するに防火水素だと死に水になってしまいますね。水道管の中にこうつけておけば生きてた水が常にありますよね。災害でライフラインが水道ライフラインが止まっていう時には止まって、そこから手の目のパンプで組み上げて、紙面に2日分の水を確保できるというやつをやってます。それは私が東京の消防庁ですねにお願い行ったんです。そして大事だよと後からですが返事はいただきました。そうすると県から上げなくてはなりませんね。県を通して上げてその補助をいただくとこういうふうになります。そういうこともあるし、サッカー場ありますね、準校舎のサッカー場、あれもやっぱり保守系の森山先生がやってました。サッカー協会の会長ね。そして風鈴がありましたね、このサッカー世界大会やった時、風鈴の対策するお金を取りましたね、取ってきました。風鈴はそういうことがなかったので残りました。そのお金で100% サッカー協会の補助でできているとか述べればいっぱいあるんですが、そういうのもやはり保守系であって自民系であって、まあ保守系って私は自民ですから、そういう関係で連携が取っていければ補助はスムーズに取れるといいましょうかね、いただけるとこういうふうになるということですね。はい、裏返して言うと現時世は自民系でなくて保守系ではないんで、そこら辺に違いがある、まあ、一言で言えば保守系でない、まあ知事とのいろいろ関係をご存知でしょうか、まあ、これは申し上げることじゃないから申し上げませんけど、いろいろあります。そんなことがあるんで、今、鹿沼市っていうのは大変な状況にあるという、まあね、自民党と、ね、民主党でどうでしょうかね、野党と与党の関係ですからね、そういうことを考えれば簡単かなと私は思いますけどね。はい、保守系の所属というふうにおっしゃってましたけれども、はい、自民党なりに、はい、推薦なり支持をですね、はい、私は今日の始まりなんでこれからお願いをしていこうと考えています。はい、それは推薦なり支援を求めていくということでよろしいですか。
推薦なり支援を求めていくという、はい、もうこれからお願いをしていこうとこういうふうに思っていきます。 NHK の岡部と申します。はい、どうぞ。推薦の指示をこれからお願いするということですが、はい、どのあたりの政党や団体にお願いしようと考えていらっしゃいますか。政党ですか。例えば、まずは、自民党はありますよね。自民党の鹿沼支部もありますし、ね、それから県知事部にも、自民党県連にもありますしね、違いがあるかもしれませんけど、どちらにもお願いするということもできるでしょうし、さらには公明党さんでもお願いをしていくとか、あるいは各団体で、あるいは農協さんとかありますね、そういう団体にもこれからお願いをしていこうと思っています。事前の協議ですとか、そういったことは一切まだされてない状況ですか。はい、私は今のところそういう関係はまだしております。なぜ日にちがないということがありまして、早く名乗って、そんでその後にいろいろな人にお願いをしていこうと、こういうふうに思っているということです。先ほど記者さんから経歴を出してもらえかって言われたんですが、今そういうことなんで作ってないんですね。ですから作れることは作りますから、一つご了解いただきたいと思いますね。一応あの名刺の裏には今までやった役職と役歴というのは書いてあります。これ書いてありますから、これも見ていただきたい。それともう一つは、私は自民党の表彰も受けてますから、過去にですね、ここに書いてありませんけど、そんなことも一つ。市長を、はい、まあ、お辞めになってから今までお仕事はどんな形で、はい、私は仕事と仕事すべて辞めました。もともとは建築屋で、土建屋じゃないんですが、建築です、建物、住宅関係をやってましたが、市長になった時点で、まあ、2ヶ月後ですが、いろいろ従業員の関係もありましたので、ね、整理をして辞めさせていただきました。そしてその仕事をまたやろうかなと思いましたけども、8年間ね、まあ、この後やって生活も守らなくちゃダメだと思いながらも、うちは少しの畑がありまして、そこで家庭菜園をやったり、あるいは自分の趣味のゴルフで楽しんでいたというのが現状ですよね。はい、家庭菜園も大変なんですよ。でお仕事 のお仕事、職業としては何というふうに書いたらいいんでしょうか。私は無所属、無職です。無職、はい、はい、今は無職です。すみません、先に始めた。現在も自民党員ということでよろしいですか。はい、現在も自民党員、自民党にいたんですが、あの選挙以来自民党というね、党員に入っていないのが現状です。ですけど保守系です。もちろんうちに来ていただければありますと、保守系で自民党である、昔は七田派であったということです。はい、で今党籍はない状態なんですか。投資はないと思いますね、それはね。だけどやはりね、自分としてはもう保守系で、過去自分 の流れ出して、過去のおじいちゃんからね、お父さんから全部保守系でやってますから、そんな関係ですね。前回の選挙の時に、はい、市長されてた時にですね、暴力団関係者の、はい、密会があったというような報道がありまして、そのことも選挙に影響したんではないかなというふうに思うんですけれど、はい、暴力団関係者のとの、まあ、接触みたいなことを、はい、今どんなふうに、はい、市民の方も、まあ、不安に思っている部分ではあると思うんですけど、はい、どんなふうに、はい、私自身はあの時には鹿沼市の市役所の中に暴力団の関係者が毎日の日産ですね、こうじゃないか、ああじゃないかって来て、契約検査官だったんですよね。で、その室長が、来ていた。私もちょっと、真面目な人甘かったんですが、自分で行かずに説明を人に、副室長からね、やればいいかったんですが、私もこの生活ですから、じゃあ、職員がいろいろ悩んでるんだ、かわいそうだと。じゃあ、こういうことで、こういうことだって、私は説明に行ったんですよね。ね、そうしたらそこにテープがあったということですが、一言で言えば私は仕組まれちゃったなって感じをしています。で、そんな話も市民の中にはそういうふうに思ってる人もいますけど、安倍はかわいそうだったよなんて声が多いことは間違いないんです。自分では仕組まれてた、
でもそれに脇の下が甘かったから行っちゃった俺が悪かった、市民の皆さんに迷惑かけたのはその一つだと、こういうふうに考えているということです。はい、いいですか、これだ、この状態、いいですか、以上で終わりさせて、いいですか、いいですか、はい。じゃあ、いろいろご質問いただきましてありがとうございます。まあ、これからの選挙戦、私は十分なりに後援者の皆さんとご支援いただく皆さんとともに鹿沼市の元気な街づくり、活力ある街づくりのために努力をしてまいります。記者の皆さんのご支援とご協力、またいろいろ面でご迷惑をかけるかと思いますが、ご幹部を願えて一つ記者会見を終わらせていただきたいと思います。大変ありがとうございました。